皆様、ハイタイ。私たちは本日 FEC 様のスタジオに来ています。 FEC オフィスですね。本日はここで FEC お笑い劇場が開催されるということで、私たちもゲスト出演させていただくことになりました。なんとミス沖縄初のトリオ漫才にも挑戦いたします。どうですか？緊張しますよね。緊張しますよ。いやでも練習いっぱいしたから、ね、大丈夫ね。しかもこれ聞かされたの1週間前ですもんね。大丈夫大丈夫、たくさん練習したから私についてきて。わすごい、もう水木さんはすっかり芸人モードです。ついていきます。ついていきます。ということで早速行ってみますか。はい、レッツゴー。行ってきます。3回目です。もう知ってるんですか？どうもこんにちは。こんにちは。すいません、なんかまだお昼時にね、お集まりいただきまして、今日ですね、はい、打ち合わせというふうに聞いてますよね。はい、はい、実は僕らそのネタをですね、はい、作ってきたんです。ね、いいリアクションありがとうございます。本当ありがとうございます。ただね、やってもらうのもあれなんで、ライブをもうブッキングしまして。ライブ？はい。え？僕らが主催するお笑いライブをちゃんとみそしがさん3人の時間を作りまして、これしかも来週です。来週？まあでもね、聞いてもいいですよね。なので今日はですね、そういう打ち合わせなんです。そうなんですね。はい。漫才を。漫才？はい、漫才です。どうすごい。やって、いただきます。せっかくなんで、ちょっとね、僕らも台本を作ってきたので、一回その、すごい。台本を読む時間を。そうっすね。読む時間も。ちょっと目を通していただきたいですね。そう。これ私たち3人だけですか？そうです。もちろんです。演技力ですね。一緒にツッコミとかがあるんじゃない？いらっしゃると思ってました。あれからマイクがあるんだ。サンドチューブマイクね。そう、漫才マイク、漫才で使うマイクがちゃんと用意してますんで。なるほど。じゃあ今ではこちらを、はい、ちょっと読んでみてください。でもなんかこう、どうこれを身振り手振りはどうしたらいいんだろうっていうのが今すごく、どういう風にこうやるんだろうっていうのがありますね。そのままで、もうそうなんです。そのままでできるようにちゃんとそうですね。等身大の一応イメージではあります。そうなんですか。ミス沖縄さんの漫才台本読み合わせです。お願いします。はい、皆様、ハイタイ。私たちはミス沖縄です。まずは一人ずつ自己紹介をさせていただきます。私はスカイブルー岩本かなと申します。素晴らしい素晴らしい。普通のなんか、ユンタクとしても面白かった。面白かったよね。やっててすごい面白かったよね。でも普通、普段の垣間みたいでね、そう、そこがやっぱ垣間見れたというか。そうですね。ザザッとじゃあいきますか。やりましょうか。はい、自己紹介はもう完璧です。うん、ちょっと考えて。なるほど。あ、ちょっと間があったら。そうですね、あると面白いかもしれない。なるほど。納得したようです。納得したようです。なんかここで私が一歩出てこんな感じでやった。いいですよ、いいです。はい、もちろん。ではよろしくお願いいたします。素晴らしい。いいですね。素晴らしい。すごく良くなりそう。だいぶ見えてきましたね。いいですね。やっぱ飲み込みが早いですね。めちゃくちゃ早いですね。全然僕らの1年目より全然めちゃめちゃ良くて素晴らしいです。じゃあこの辺でよろしいでしょうか。はい、はい、では本番楽しみにしますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。楽しみね。あ、どうも。
どうも、佐藤原ひかるです。お久しぶりです。ちょっと待って、なんで秋のりの方が仲いいの？全然意味が分からない。以前一緒に。あ、そうなんだ。ずっと一緒に。はい、なるほど。はい、ということで、ようこそお越しくださいました。ここが僕ら FEC 事務所のスタジオでございます。はい、日数が経ってますけども、いかがですか？はい、真剣に何度も練習をしてくれましたので、はい、でも途中経過も見てくださって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかやってて、なんか感じたんだよ、はい、こっちかなって。そうですね、こってり豚骨のところも。今、どういうお気持ちですか？緊張しています。もう、皆さん笑ってください。見てますね、こっちで。カメラの後ろに見てますね。見守ります。はい、はい、でもう間もなくです。よろしくお願いします。お願いします。楽しみ。すごく緊張しています。今から少し練習してまた直して本番に臨もうと思っています。頑張ります。はい、ね、緊張してるんですけど、皆さんが作ってね、くれた雰囲気を大切にしながら楽しみたいと思います。はい、私たちがもう楽しんだことがもうそのまま伝わると思うので、緊張しますが、はい、はい、楽しみましょう。はい、頑張ります。頑張ります。後半水木さん、いや水木さん、いや実に私たちから2人光る好きにないでか、もう一回すぐやってみます。私たちはミス沖縄です。まずは自己紹介をさせていただきます。私はミス沖縄スカイブルー岩本かなです。続いて私がコバルトブルーの山里ひかるです。そして私がグリーングリーングレイシャス新里瑞希です。お一人だけ肩書き長くないですか？確かに。私たちはブルーで統一しています、うんうん、スカイブルー、コバルトブルー、水木さんだけクリーングリーングレーシャスってどういうことですか？いや、だってさ、この中で一番クリーングリーングレーシャスだからですよ。あ、確かに。でしょでしょ。納得したようです。はい、私たちミス沖縄は普段国内外の皆様に向けて沖縄の魅力を PR しています。ちょっと一つだけよろしいでしょうか？はい、何でしょうか？何でしょうか？私たちは、はい、沖縄観光親善施設として沖縄の魅力をお伝えしていますが、はい、2人ともちょっと無理してないですか？え、どういうことですか？してないですよ。本当にしてない。楽しい楽しい楽しい。あ、じゃあちょっと一つ質問ですけど、はい、2人の一番好きな食べ物は何ですか？もうそれはやっぱり沖縄そばですよ。私はジューシーですかね。あ、いいね、いいね。美味しいですよね。本当に本当に大好き、はい、大好き、大好き、大好き。だって中華もイタリアンもいっぱいあるのに、はい、一番、はい、何が痛いんですか？本当に、はい、ね、本当に好きなの？はい、もちろん。そうだよ。ね、私たちは本当に一番沖縄そばとジューシーが好きなんですよね、水木さん。そうだよ、大好きだよ。それは一番なんない？本当に、はい、もう言っていいかな、はい、私はサムギョプサルが一番大好きなんですよ。泣かないでいいですよ、もうそんなに思い詰められてたんですね。はい、もちろんヒカルさんはサムギョプサルが一番大好きということで、でも私たちは本当に沖縄そばとジューシーが大好きなんですよね、水木さん。本音は牛タンが大好き。ダメ、水木さん、いや、水木さん、もちろん私が沖縄そば美味しいですよ、はい、だけど一番かと言われると、いや、本音は5番か。いや、水木さんなーっていうのがあったよね。ね、でもね、でもう一つ、うん、私たちお気に入りのスポットはとか、おすすめは、はい、ってよく聞かれると思うんですけど、その時は何て答えてますか？
私は海中道路ですね。あ、私も海中道路。いいよね。本当に、はい、もう本当に一番、うん、はい、だって世界は広いのに、うん、それが一番でいいの、はい、さっきから本当に何が言いたいんですかね。私たち本当に海中道路が一番好きなんですよね。ごめんだけど本音言っていいよ。私はディズニーランドが好きです。水木さん、いや、クリングリングリシャス楽しいよね。すっきりした、うん、本当に楽しい。ディズニーは本当に。さっきからひかるさん何が言いたいんですか。ですね、もう言いますね。私は沖縄大好きです、はい、でも他のもの、違うものの良さを知った上で沖縄の魅力をお伝えすることが大切だと思うんですよ。だから2人にももっと正直になってほしいなと思って、うん、はい、でも私はずっと正直ですよ。じゃあもうかなさんはそのままで、これからも変わらず、はい、ちょっとじゃあ改めて自己紹介しますね、はい、はい、私はサムギョプサルが大好きなコバルトブルー山里ひかるです。そして私は牛タンが大好きなクリングリングレーシャス新里瑞希です。私はこってり豚骨ラーメンバリカタが大好きなスカイブルー平本かなです。スカイブルー、私たちは3人合わせてミス沖縄です。あー、でもこんなこと言って大丈夫ですかね。大丈夫大丈夫、だってこのネタ考えてくれたの FEC の芸人さんなんで。なるほど、大丈夫大丈夫大丈夫。はい、ということでこれからもミス沖縄をよろしくお願いいたします。はい、OK です。後半になるにつれなんか緊張して足が震えてきた、はい、なんでだろうね。いや、の割にはディズニーランド時の眼力エグかった。決まってました。いやー、はい、私途中飛んでしまって、2人が彼は本当に何が好きって言ってくれたので、日頃のチームワークの良さを感じました。ありがとうございます。なかなかね、ネタ飛んだ時とかね、フォローって普通のものでも難しいんですよ。いや、ほんと難しいですよ。うちの若手より上手にフォローしてる。はい、これはね、もう第一ステージですから、はい、もしかしたら今後、ね、あの O1 グランプリをね。いや、1回戦はいけるんだけど。1回戦今回はすごくいい経験を。良かったです。いやいや、こちらこそも本当にありがとうございます。またね、はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったぞ。またやってよ。私たちのネタをご覧になってどうでしたでしょうか。はい、多分3人ともマンマに憧れているとは思うんですけど、すごく初めてと思えないぐらい上手にできてました。これからもマーマーの回収をどんどん見て、はい、ビデオを磨いていってください。マーマー中心になってます。はい、僕らお笑いコンビわさびと言います。よろしくお願いします。めちゃくちゃ面白かったです、マジで。僕ら芸人はもうすでにネタを収録で撮り終えたんですけど、今日のライブの分はちょっとこの出来を見ると、うん、撮り直したいなって思うぐらいマジで面白かったです。本番はおとなしで大丈夫なんですよね。こんなのしか映ってんよ。これだけで、いやいや、あの絵だけで面白いと面白かったな。あれは最高の本番じゃないところがこの絵だから捕まりましたね。めっちゃ面白かったです。ぜひ第2弾ですね、これね。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。きんぴらごぼうの金ちゃん大河と言います。もう3人のこのコンビネーションというか息の合い方がすごくて、うん、やっぱ一番良かったのがヒカルさんのサムギョプサルが好きってもう自分で言った後からこの衣装の柄がサムギョプサルの包みなみたいにしか見えなくなったんで、そう、サンチュみたいに見えて、もういや、服にも出てるやつ全部やられたから、全部してやられてるんですよ。衣装からね、本当に素敵な漫才させてもらいました。よかったです。面白かったです。ただの明美さん、私たちのネタをご覧になってどうでしたか。どうでしたか、ね、ちょっとそれはもうハードル高いんですけど、まあ、以前ハエバルで撮影でご一緒させてもらって、はい、その縁があるんですけど、まあ、僕が先に
3人と会うのも早くて、でこの先輩のね、先輩の慎吾さんとあとみなとがネタ作ってもらって、なんでお前仲良さそうだわって責められてるのがちょっと苦しかったですね。はい、ネタはもう最高でした。はい、またぜひ早くにも遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでミス沖縄の初挑戦トリオ漫才が終了しました。無事に終わりましたね。楽しかったね。楽しかったです。緊張したんですけども、うん、とてもいい経験になりました、うん、そしてやっぱりお笑い芸人の方々のコメントだったりがもうすごく勉強になって、もう温かかった、はい、そして面白いよね。はい、面白くて、うん、勉強になりました。私たちも学んでいこうと思います。はい、ありがとうございます。それでは皆様、またやー。